皆さんこんにちは。今回は新シリーズの動画です。その名もそこんとこどうなの？早期アクセス。個人的に遊んでみた早期アクセスのゲームを評価し、総合的に見ておすすめするかどうかを伝える動画です。早期アクセスなのでアップデートを繰り返しもっと良くなっていくと思います。製品版になった時にもう一度遊んでみて面白いか、おすすめなのかをまた動画にしていきたいと思います。今回は自称ゲーマーの私が、もっとこうなったら面白いのになど、現状はこんな感じっていうのを伝えたいと思います。もしこのゲームの関係者様ご覧になっているのであれば、一消費者としての意見を聞いて、参考にしていただければ嬉しいです。それでは簡単にこのゲームを紹介。メタルドッグス。あのメタルマックスのスピンオフ作品になります。メタルマックスとは、ファミリーコンピュータから1991年に発売され、現代まで続く長い歴史を持つ人間と戦車の RPG、その内容はラスボスを倒さなくてもクリアできてしまう王道とは言えない RPG で話題となりました。個人的に大ハマりしたのが、メタルマックス4月光のディーバ、任天堂さん DS から発売され、パッケージのイラストでもそのヤバさが滲み出ていました。とある少女がバイクに変身し、その上を主人公が乗るっていう、戦車のカスタマイズももちろん、世界観、敵の強さ難易度が素晴らしい作品だと記憶しています。そんなはちゃめちゃな RPG メタルマックスのスピンオフメタルドッグスは、荒野ばかりの廃れた世界で、人間を救う犬が主人公。柴犬、ブルドッグ、ドーベルマン3種類の犬を操作する、見下ろし型シューティングゲームとなっています。説明だとローグライトと歌っていますが、現時点ではローグライト感は薄く、レビューにもありますがハック&スラッシュアクションシューティング RPG って感じになります。なんだって？ハック&スラッシュってなんだって？ハック&スラッシュとは、終始戦いが目的としたゲームのこと。敵を倒して強いアイテムや装備品を得るってのが、一般的なハック&スラッシュだと思っています。ディアブロとか、グリムドーンとか。まあ自身でも調べてみてください。さて、現在メタルドッグスは2380円となっています。製品版になって値段が高くなることもありますのでお気をつけください。そして、この制作者ですが、24フラメ。日本にある日本の企業である。主にゲーム開発において、プランニングに特化しているそうですが、このメタルドッグスは自身で開発販売を行っている感じですね。過去には、メタルマックスシリーズ、スマッシュブラザーズスペシャルなどのプランニングに携わってきたそうです。多くの作品のプランニングに携わってきた企業様ですから、いい作品が生まれると思っています。それではメタルドッグスのいいところ、もっとこうして欲しいところを簡単に紹介していきたいと思います。まず、とってもいいところの紹介。この3種類の犬が可愛い。そして、BGM もメタルマックスシリーズを彷彿とさせるいい BGM。現状おすすめできる点はこのぐらいでしょうか。世界観はメタルマックスと同じような世界観で終末世界って感じ。人間のようなロボットが出てきたり、いわゆる SF。ストーリー性もあり、ミッション性になっていて選んで出発する。条件を達成しクリアすると次のミッションが解放される。この辺は地球防衛軍と同じような感じ。では出陣。UI などわかりやすいと思います。シューティングなので、装備できる武器は主に火器。銃やライフルやレーザーキャノンとかミサイルなど。操作性はパッドで行いましたがすごく簡単で誰でもできると思います。逆に誰でもできる簡単な操作なので、単調になってしまい作業感が出てやや飽きるのが早いといった感じ。現状ダッシュ、3つの銃を撃つ、リミット技の3つしかやることがないです。銃の種類によっては攻撃の仕方が違うので、そこの種類の幅をもっと広がったらいいなぁと思います。そして、マップは通路と部屋に分かれているのですが、これがまた単調で作業感が増してしまう。部屋ごとに敵が配備されているのですが、なんというかまばらで弾幕もないし、通路に引っかかって出てこない。ゲームの説明で爽快感のあるバトルって書いてありますが、爽快感はあまりないです。かっこ別派で使うし、要は敵の AI が少しアホ。もっとこちらを倒しにかかってくる殺意感が欲しいというか、現状ハック&スラッシュになっているんであれば、良い装備が出てくる、強くなる、戦闘が楽になると楽しくなるものです。今のところ、お店で買ったノーマル武器でも戦えちゃうし、良い装備を手に入れた幸福感が薄い。ローグライトを目指すのであれば、何度もダンジョンを攻略するリプレイ性が必要だが、何度もダンジョンを攻略する必要性も今のところない。この辺の作り込みができればいい作品になると思うのですが、どうでしょうか？簡単にまとめると、操作の面白さ、敵やマップの作り込みや AI の強化、リプレイさせるシステムの構築、早期アクセスとして、8月末に誕生したメタルドッグス。
3ヶ月から6ヶ月で製品化するそう。なので、遅くても2022年2月に製品化させる予定。最新のパッチだと9月30日アップデートがあった。今後どうなるかわからないが、個人的にまだ2380円でこの内容だともう少し待った方が良いと思う。なので、ウィッシュリストに入れておいて、製品化され面白くなったら買いでよろしいかと思います。ミッションクリアしたり、敵を倒したり装備を売ったりするとお金を手に入れられる。武器の錬金、サブステータス付与やレア度を上げるときにお金を使います。ハック&スラッシュにこだわるのであれば敵を倒したときに、強い武器が手に入るようにすべきだし、ローグライトにこだわるのであれば、お金の大事さを伝える何かがあっても良さそう。とにかく、ちょっと中途半端なのかなと思いました。まだまだこれからもっと良くなって面白くなっていくと思います。製品化したらまた動画にしてレビューさせていただこうと思っています。今後早期アクセスの現状レビュー動画など上げていこうと考えていますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。